それではお願いします。いきますよ。1、2、3、4、チュー。採用中。ありがとうございます。面白くなかったでしょ。うるさいね。小島よしおさんから皆さんにプレゼントが、はい、はい、あるということで。そうですね、はい、何かやるんですかね。このね、ジュラシック水族館を見てきた小島さんからですね、これからの夏休み宿題ラストスパート頑張る皆さんへの応援としてジュラシックギャグを披露してくださると伺っています。はい、聞いております。私はい、はい、ちょっと準備してもいいですか。ご準備をそしたらお願いします。ジュラシックポッパッピー、サンダルファンティー、サンダルファンティー、はい、ポッパッピー、ありがとうございます。昔から変わらない姿、素晴らしいです、うん、いつまでも変わらない。いつまでも変わらないです、うん、ありがとうございます。さっきのはなんかちょっとん、なんかさっきの面白くない。はっきり言うね。まあ、小島さん自体が化石みたいなもんですからね。やかましいわ。誰が化石芸人だろうね。何年前ですか。もう8年前かな。化石だよね、もう。化石かな。だんだん固まってきちゃった。三葉虫だから三葉虫見た時にパッと降ってきました。あ、改めて考えた。ええ、もうやっぱりね、いろいろ考えても、結局やっぱ現場で見たものでなんかあるだろうなと思ったら、うん、やっぱこう見た時に降ってきましたね、三葉虫。あ、そうですか、あ、これ飽きたなと思ったら気持ち悪いって言われました、うん、まあそうですね、自分で別に思ってる節はないんですけど、まあでもやっぱギャグとかはね、その、まあ、いい意味で、うん、いい意味で化石化してきたなっていう部分はありますね。化石芸人、まあ呼んでもらってもいいんですけど、まあでもやっぱり一発やっていってくれた方が、仲間もいっぱいいますし。